難読漢字、意外と正しく読めない漢字問題が全部で20問です。では始めましょう。第1問、これ何と読む？正解は薄木。陰暦4月のことです。第2問、これ何と読むでしょう？正解は芳名、お名前のことです。第3問、この漢字何と読むでしょう？正解は惜敗、少しの差で負けることです。第4問、これ何と読むでしょう？正解は委ねる、人に任せることです。第5問、これ何と読む？正解はむごい、残酷だという意味です。第6問、これ何と読むでしょう？正解は尊王、朝廷を尊ぶことです。第7問、これ何と読む？正解は小豆、マメ科の一年草です。第8問、この漢字何と読む？正解は一家言、その人独特の意見や主張です。第9問、この漢字何と読むでしょう？正解は読みする、よしとして褒めたたえることです。第10問、これ何と読むでしょう？正解はすがる、頼りとするものにつかまることです。第11問、これ何と読む？正解は言直し、縁起の悪いのを良くなるように祝い直すことです。第12問、この漢字何と読むでしょう？正解はうなずく、首を一度前に倒してあげる動作をすることです。第13問、これ何と読むでしょう？正解はことづかる、
人から伝言を頼まれることです。第14問、これ何と読むでしょう。正解はおみくじ。吉凶を知るために引くくじです。第15問、これ何と読む。正解は曲。200のことです。第16問、この漢字何と読むでしょう。正解はコテ。壁土やセメントを塗る道具です。第17問、これ何と読む。正解は甘酒。日本の伝統的な甘味飲料です。第18問、この漢字何と読むでしょう。正解はしきみ。宮中の通り道です。第19問、これ何と読むでしょう。正解は適直。ちょっと進んでは止まることです。第20問、これ何と読む。正解は災い。悪い気です。